4月10日、野田総理はイギリスのキャメロン首相と首脳会談を行いました。キャメロン首相とお目にかかるのは、ニューヨーク、カンヌに続く3回目だと思います。この度は日本でお会いできて大変嬉しく。と、キャメロン首相の日本訪問を歓迎した総理。今回の主な議題は、本日の世界の平和と安全保障を共に追求する二国間の関係を強化する、そういう議論と、それから当面のですね、北朝鮮やイランと国際情勢についても率直な意見交換です。I agree very much that we must discuss some of the subjects where Britain and Japan are working together at the United Nations, Syria, like Iran, like North Korea. 今回の会談では、総理は北朝鮮のミサイルについて、発射は我が国の安全保障上の脅威であり、発射されれば安保理決議違反であると指摘。イギリスを含む各国と緊密に連携し、強く自制を求める旨を述べました。キャメロン首相からは、日本と立場を完全に共有する旨の発言がありました。その他にも、経済の分野については、総理から日 EU の経済連携協定、いわゆる EPA の交渉開始に向けたキャメロン首相への期待を述べました。これに対しキャメロン首相は、イギリスは日本を強力に支持している。非関税障壁への取り組みに対する野田総理の指導力に感謝する旨発言しました。これらのテーマは共同声明に盛り込み発表。日英両国が重要なパートナーであることを再確認した上で、経済社会の繁栄のために EPA の早期締結。二国間貿易やエネルギー問題へ取り組むこと。そして、平和・安全保障を促進させるため、防衛装備品などを共同開発することや、外務大臣による戦略対話を開始することなどを盛り込みました。今後、これらを基本方針として、両首脳は協力を進めていくことを確認しました。